池田駅は大阪府池田市栄町にある阪急電鉄宝塚本線の駅。駅番号は HK-49。2003年8月30日のダイヤ改正以降、全営業列車が停車するようになった。また、阪急宝塚本線では大阪梅田方面より見て大阪府内最後の駅でもある。駅スタンプが設置されている。当駅は、 阪急阪神ホールディングス、阪急電鉄の陶器場の本店所在地で、平井車庫が開設される前には、宝塚方に池田車庫が存在していた。その後、池田車庫の跡地は、ゴルフ練習場として利用されていたが撤退し、マンションなどに再開発された。東駅西側で、線路がやや北寄りになって、稲川を渡っている。これは、 池田駅の高架化と稲川橋梁の笠上げが別事業だったことに加え、広報の違いがあったためである。実際、当駅付近が高架化された直後の数年間は線路は直進しており、その先にあった稲川の急橋梁を渡っていた。島式ホーム一面に線を有する高架駅。宝塚川の上下本線間と下り線南側に引き上げ線が各一本設置されているため、 停留所ではない。前者は、宝塚発あたり駅終着の普通が、後者は、大阪梅田発あたり駅終着の普通が到着後に、入庫する。翌朝日本とも宝塚駅の始発列車になる。改札、コンコースは2階、ホームは3階にある。2017年度の特定日における1日の、乗降人員は5万1656人である。 これは阪急電鉄全90駅中13位である。同市の石橋半大全域より3000人弱多い。近年の1日の利用状況推移は下記の通り。5月3池田選手、銀行池田営業部駅西側の室町は阪急が沿線開発の一環として、私鉄で初めて郊外住宅地の開発を行った地である。住宅の分譲が開始されたのは1910年の ことで、当時としては、先進的な西洋風の住宅や、生活共同組合といった生活スタイルが取り入れられた。阪急の創始者である小林13も当駅沿線に今日構え、小林に関連する文化施設も立地する。池田バス停があり、阪急バスの路線が乗り入れる。乗り場は、北口駅前ロータリー内の東乗り場と駅北口西側にある。 阪急ビル1階に設けられた案内所併設の西乗り場に分かれる。かつては、豊中経由、梅田行き、美濃経由、千里中央行きなどの路線があったが、廃止されている。かつては、川西バスターミナルを経由して、天ヶ崎、伊丹、清和台、日清中央方面などへの路線があったが、廃止されている。川西方面へは東一番乗り場発の132。 系統が日中のみ運行しているに過ぎない。また、国道176号に面した乗り場も存在したが、歩道拡張工事により使われなくなった。ありがとうございます。